はい、皆さんこんにちは。それではですね、ちょっとガイダンスを始めたいと思っております。今日やりたいのは落ちない答案とはってことですね。バローム式試験ではどういう答案が落ちないのかってことです。満点答案じゃなくて落ちない答案ですよね。で、今だと、1年目で受かる方がいる一方で、何年やっても受からないって方がやっぱりいらっしゃるわけですよ。じゃあどういうところが落ちない答案なのかなってことなんだけど、端的に言うと答えに素直な答案なんだよね。でもあまりに薄すぎちゃうとやっぱしダメでしょ。最低限でもやっぱし、これは国語も昔ですね、寸大の予備校の先生でも言ってましたけど、8割ぐらいやっぱし埋めておかないとこれ無理なんだよね。8割最低限8割ですね。だから1000字の世界だと1600字は超えないとやっぱちょっと難しいかなっていう感じはします。でも素直に答える答案が一番いいわけだよね。あるいは履いてあるような答案、これが結構できていない。特に今年の試験そういう感じがあったと思うんだよね。この点は何点、この点は何点、この点は何点といって点決めでそれで縛ってしまって書くんですね。それができるかどうかによって変わるでしょうってことです。あとは3番でありまして、試験員との対話ができた答案となります。簡単に言うと大だよね。試験は何を聞いてんのかってことです、ね、特に今年の試験においては衣装かな、今警告状態です。ただし140条の3はコールしてはいけませんと書いてあったんだよね。テンプレートってこれやってしまうと、140条の3ないと言ったら無効審判がないですねとまとめてしまった人は結構いらっしゃるみたいですね。でもよく考えてみましょう。第今やってるのは警告の状態ってことだよね。140条の3と言われてくるものは侵害に対する抗弁でしょ。ほら侵害になっていないっていうんであるから、当然無効審判ってなければいけませんってなってくるわけね。それが題であったり試験員との対話ができた答案となるんだけど、そういうところでしょうね。だからあまりにもテンプレートでやってしまうのは悪くはないかもしれないけど、多分今はちょっと違ってくるのかなと。またね、やっぱ書けないと思いますよ。全部戻さず戻さずってはできないと思うので、それはどうかなって思いますね。あとはこれ気をつけてもらいたいのは、今の試験ってグループで採点してるんですよ。簡単に言うとね、昔みたいに2人の先生がやっていたっていう時代ではない。となると平均点プラスアルファ少し取れていれば、それ全ての科目で取れていれば相当上に受かりますよ。そういった意味では平均点プラスアルファでね、アルファって言われてくるものは普通のことを書いた上でなおと言って一言書くんです、ちょこっと。そうするとすぐ上に行ってしまうからね。でこれをどこでやるかというと、論文基礎力コンプリートっていう中でやっていこうかなと思っています。ワイドクラスないしは今年はゼミやりますんで、論文のね、でそこでちゃんとやっていきましょう。ただし気をつけてもらいたいのは、ちゃんと知識はないとダメなんだね。ちゃんと知識あった上でこれ削いでいくってイメージです。削いでいく、削いだ結果として平均点プラスアルファって取れるんだよね。最初の知識がなくってこれができるかというとできないんです、実はね。実はできなくって、ちゃんとあった上ですごく書けるんだけど我慢する、我慢した上で平均点プラスアルファって狙っていく答案が落ちない答案、誰が見ても落ちることができないっていうのかな、落とせないってことになるんだな。そういった方を目指していきましょうっていうのが、論文基礎のコンプリートかもしれないし、ないしはこの後やっていくゼミでやっていこうかなと思っておりますね。ぜひ、それも含めて皆さんも頑張っていただきたいと思っております。